レインデマンド名言です。今日は休日モードっていうことで、こちらコストコで買った一番高いくらいのお肉のビーフを使って早めにローストビーフを作ってみたいと思います。でもね、嫁今妊娠してて生ものダメらしいんですよ。だからローストビーフも生じゃ食えない、ステーキも生じゃ食えないというわけで、今回は俺だけちょっと生っぽいローストビーフ、嫁はしっかり焼いたローストビーフをお届けしたい。早速作っちゃいますか、マジで。まあ、結構高い肉だけあってすごい油がついてんだけど、俺油苦手なんでね、ちょっと油そぎます。大体こんな感じです。結構そぎました。で、塩は基本ですね。胡椒、クレイジーソルト、マジックソルト、こんな感じで全方面にまんべんなくつけましょう。で、これで下味は完成。結構放置する。で、ニンニク2かけら、抜いたものを芯を取る、芯を取る。あ、カット完了。玉ねぎスライスを添えましょう。切りすぎたな。ああ、切れてない。ああ、水でさらしたる。180度ぐらい温まったら、たっぷりオリーブオイル、ガーリックバケット、こうやって集めてガーリックを油で揚げる感じで、にはい、4分経ちました。はい、4、5分経ちました。次の麺からの、この最後の麺をほらいっちゃって、 OK。 そしたら縦ですかね、縦油を一回全部くるくるっとオイルに分んで、ちなみにこれは俺のお母さんからもらったドイツの、保温しましょう。こんな感じ、絶対うまいよこれ、絶対うまい。あ、いい、あ、いいな、いいな、お前最高じゃないってよこれ。じゃあ真ん中から、ええやん、これ低温でいっちゃってる感じがして最高じゃないですか。ネギを添えて、こちらの特製ソースをかけて、メグインTVは世界一、完成。俺のローストビーフ、このキンキンに冷えたイヤティンガーのグラスにアサヒビール。おー、たまんねー。はい、じゃあいただきます。俺のローストビーフ、いただきます。うん、生で焼きそうで生じゃない。これが多分低温でちゃんと焼いてるから肉が柔らかい。生のいわゆるこのブチっていうのがなくって、火が通ってるっていうか熱が通ってる感じがあって、うまい。そしてビール。
てだろ。お前今日も最高すぎるだろ。いやこれどうなの、ローストビーフって嫁どうなの。まぁ、ちょっと焼いてやるか、もうちょい焼いてやるか。一見するともうただ生じゃんと思うんですけどね、これが本当にちゃんと熱が通っててうまい。うまっ。今日メグイン TV を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録してね、マジで。これそしたら俺明日も頑張れるよ。ありがとう、本当にありがとう。乾杯、今日の君に乾杯。くぅ、最高だね。